コージーは日本のギタリスト、シンセシスト。現在活動停止中のビジュアル系、バンドマリス・マイ・イザー、及び現在は海外での活動を中心とするイブ・オブ・デスティニーのギタリスト。また、ジズのボーカルであり、国内でのソロ活動では主にボーカルを担当している。 ガールおよびビヨンドザリーンサイトという二つのバンドを経て、アルバイト先で知り合ったマナとマテンローというバンドで共に活動。以後は略歴を参照のこと。マリス・マイザーでの彼のイメージカラーは、レッドで大きなひだつきの襟のピエロのようなコスチュームを着た人形の役、と中性的な役柄が多い。ビデオとステージ上では、 マリオネットを思い出させるような動きを表現に取り入れていた。マリス・マイザー後のイブ・オブ・デスティニーでのステージやサウンドは、よりゴシック要素の強いものとなっている。2002年に、イザヨイの月にて、著者の水なし子とのコラボレートとして、サウンドトラックを提供。2007年8月に、音楽を担当した、夏目大一郎監督、脚本、清水新主演の映画、 ルーダイヤモンドナックルスがインディーズムービーフェスティバルにて第9回グランプリを受賞。2008年5月、活動休止中のデッドマンのボーカルマコが発表したパーソナルブック、ベリードアライブバイワーズに付属するソロ CD、ベリードウィズザライトでゲストミュージシャンとしてギターとベースにて参加している。コージーソロとして2008年12月にマナ率いるモイ、 リックス・モアのイベントゲスト、2009年7月にモい、リックス・モアとのカップリングツアーにて講演。ありがとうございます。